今日は前回のフェス、前回かわかんないけどフェスでハマったね、このフェスでハマったリルガをやろうと思います。結果はもう知ってます。もうゲームで見る前にね、ネットですぐ見れちゃう時代、何を言ってんだって感じだけど、はい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 、見えてました、見えてました。ということで支えください。あー、このステージもやりたいけどどうだろう。チャージャー結局あのステージで全然やってなくて、24個、この数はどういう基準なのか、まあいまいちわかんないけど、ちょっとちょっと覗きます。今回はあのすごい難癖の難超癖のある、あ、そう、相変わらずねこれ全部買ってますノリで、昔からこういうね集める系は大好きなんで、動物の森でももうほんと廃人のようにカタログ全部集めるっていうね、昔よく改造してるだろうとか言われてたけど、もうマジで通信してもう全部集めましたからね、2000何種類ね、アホだなって思うけど、あれ持ってる、これじゃあいらね、いや持ってないと思ったんだけど、ほんと暇人だよね。服はいつものに戻すか。なんかリールガン使ってる人、人移動速度が速いやつの方がいい気がする。そうしよっかな、ちょっとこれにしてみよう、なんとなく。じゃあ今日はレギュラーで、ちょうどね何個か人の移動速度、立ってる時の移動速度アップにしてるといい感じに。うお、かぶった、珍しい。縄張りだといるのかな、意外といい感じに、いい感じでもないな、怪しい。とりあえず前衛行きますか。ちょっと適当すぎた。お、毒かかってるよ、危ねえ、やばいやばいやばい、いろんなとこから来るって。あれ吸盤ボムくっついてたとこに飛び込んじゃった。ほんと癖ありすぎ。あんまりまだ人移動速度速いと思えないな。あ、うわ、間違えた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 、なんかラグいな。弱え俺、やばい、左が完全制圧されてる、右も制圧されかけてる。ポイズン当てるだけじゃな、引かないからな、みんな。しかも当たってないし、飛び込め、危なかった。あ、塗りにくいよ。荒らしに行くのがいいかな、荒らしに行ってみる。ここ気をつけて、荒らしに来ました。荒らし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 、うがっあー気づかなかった、ちょっと中途半端すぎるなこの荒らし、全然何の役にも立たない、むしろ荒らされてる。あぶね、よっしゃ、ポイズンかけたぜ、ポイズンかけたよ、二人で攻めよう。
やばいな、この制圧されぶりは。逃げたところにやったつもりだったけど全然意味がない。どっちがやられた？ここにいるんだな。倒せない。全然荒らせなかった。相手も攻めてきてるから負けですねこれは。ああ。むずい。次ちょっともうちょっと真面目に攻めて荒らします。あ、そう、縄張りやってる時はもうすでにフレンドになってる方は全然いつでも入ってきてくれて構わないので、うん、過去に何回か入ってきて多分動画映った方いると思いますけど、だから続けるにしよっかな。なんか普通に英語の名前がやたら多くなっちゃったからやっぱ次部屋変えます。よし、今回はちゃんと荒らしたい。連射能力はやっぱなんか微妙だから、このまばらな感じになっちゃうからどうしても。お、あー、やばい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 、危ない危ない、反動が。あ、そっちそっち、超逃げんの下手くそだった今。全員やられてる。荒らせないじゃん。うわー、綺麗に塗られてる。そう、こうやって綺麗に塗るのはできないんで、距離もまた微妙だな。あんま変わると思えないけど、メガホンレーザーで突破口を開く。はい、倒せない。まあまあまあ、倒せないのは余裕で想定済み。どこにいるんだ。あ、お、降りた。インクがない。あ、危な。今のはよしよし。ポイズンがあまりうまく活用できてないよ。よし、荒らせ荒らせ荒らせ。と思ったけど味方が強い。ちょっと適当すぎるな。もっと大胆に荒らしに行きます。危ない危ない危ない。ポイズン、あ、うん、普通に倒せた。縄張りレベルだとなんかポイズンの意味があんまりない気がしてきた。あー、なんかおかしいと思ったらやっぱ攻められてんな。こうなったら思いっきり攻めるしかないな。攻めらんねー。肝心なとこでポイズンが出ない。そして相手も攻めてる。あれ、これは良くないぞ。全員前衛に出る系の武器ですねこれ。なんかと思ったら一人落ちてる。ちょっと英語の名前がやたら多いのでやっぱ部屋変えます。こっから3連勝していい感じに終わりにしたいところ。
やっぱしっかりポイズン当てて倒すべきかな。荒らすのはもちろんだけど、まあ、さっきはちょっと一人落ちてたからしょうがないっちゃしょうがない気もするけど、どっちも来てるね。ちょっとためよう。ここ通るよね。避けられねえんじゃねえもしかして。あ、全然当たってねえ。お、おっそ、またラグいのか。味方だよな。なんちゅうとこにいるんだ。動く気ねえな、あの二人。あ、動いてきた。危ない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 、嘘。でっかくポイズン当てて、たくさん、あと一発ぐらいだったよね、多分。しょうもな。まあ、今回は4人いるので。うが、危ね。回復。地蔵だな。荒らしに行こうか。うわ、いた。全然気づかなかった。荒らします。チャージャーがいるので一応気をつけて。荒らしに来ました、荒らしに来ました。もう買いますんで許して。うお、ガロン2発。これで時間を取れたのか。いやー、怪しいな。っていうか自陣塗ってくれてない。くっそ、さっきのガロンか。これは前衛微妙だな、ほんと。これはおとなしく、ちょっと自陣が荒い。ほんと荒くなっちゃうよね、これ。ちょっとおとなしく、これは真ん中で勝つしかないな。ここは通るか。お、ポイズンの音がした。今なら勝つる。くっそ、しょうもない。いや、あ、よかった。塗りが浅いけど、これはもしかして荒らしに行ったのがでかかったか。なんか微妙だな、ほんと。これ結構荒らしに行ったのは合ってたんじゃない。なんか全体を見ると。早速この部屋、今続けれて2回目でフレンドさんが入ってきた風。やばいな、やばい予感しかしてないな。ちょ、自陣はやっぱちゃんと塗っとくか。もうちょっと真面目に。チャージャーが待ち構えてる。降りてくるかな。降りてこないな。よしよしよし。うわ、怖っ。頑張ってね、チャージャー気をつけて。予想外の後ろからのスーパーショット。いやー、もっと攻めるべきだったか。マップを見ると攻められてた。右側が壊滅だった。あー、やだ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 。危ない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 。おジャンプで逃げた。ちょっとインクがないです、インクがないです。
くっそポイズンまではいいんだけど、そっからが難しいっす。インクがかなりなくなるから、ポイズン当ててからすぐ決めないとね、難しいですね。そろそろ荒らしに行かないとやばいかと思ったけど、荒らされてるまたポイズン当てるだけに終わるっていう、これはまずい。ちょっとなぁ、ダメ元で攻めに行くしかないよな、これ。ぐわっスーパーショー脅威だ。お、なんかいっぱい倒れてる。何が起きた？トルネードかな。いやだけどちょっと荒らされすぎ、荒らされすぎ。ちょっとここか、固めて固めて。後ろから来てる気がする。倒してくれた。ここもね、真ん中をとりあえず取られなければ。ちょ待って、マップを慎重に見て。真ん中が重要なんですよ。真ん中は開けや、真ん中は取って。どうだ、ダメか。厳しいか。真ん中は割と取り返したけどダメでしたねやっぱ攻めないとダメかな、もっと。6つこの武器6つ。怒涛の3連勝返しはダメだったけど、最後勝ちたい。やっぱ見てると圧倒的に攻める側の人がなんか多い気がするんで。あ、チャージャーがいる。チームとして勝率を上げるためには、なんかだから自分がいつも使ってるチャージャーとかが必要な気がするな。もうほんとスプラッシューターコラボとかで強い人はなんかそれだけで全然余裕でもう勝っちゃってる風の人とかいるっぽいけど。ポイズン。人がいないです。来てる来てる来てる。よしよしよし、やった。うわ、嘘でしょ2人置いた。いやまあ1人目にやられてたけどポイズンやられても全く引かない人もいるもんなんですね。ちょっとは引くかなとか思ったけどちょっと荒らされてるよ。よしよしよし、いいぞいいぞ。あー、ジャンプして逃げた。そういう手もあんのか。ポイズンダメダメだな。さあ、ジャンプして逃げた。ジャンプして逃げるってなかなかのやり手だよね。チャージャーあんま来なくていいよ。チャージャーマジで来んの。チャージャーちょっとダメだ。後ろがやっぱいない。やっぱ後ろに下がりたくなっちゃう。大丈夫？よしよしよし、いいぞ。これで一旦ちょっと荒らしに来ます。またすごいとこにチャージャーがいるな。来てないことを確認し、よしよしよし、あー、そう、うっ、全然当たんねえ。マーキングされてるから下手に動けねえ。どっから来た？届くんだ。さあ、お互い荒らし荒らされ、これはいい勝負。
いや今のとこいい勝負、気をつけたい。あんま露骨に前出たくない気がするけど、ポイズン投げて気をつけて、こっち来てないことも気をつけて。何、嘘、やめてやめてやめて、負けたくない負けたくないあー助けて死ななかったけど、死ななかったけど、どうだこれは。嵐がまた効いてるかもしれない。うがダメだ、嘘、自信が全然濡れてなかったせい、悔しい割とマップ的には荒らせてるしいけてたと思ったけど、自信が甘かったかな微妙すぎたこの武器、ほんと癖ありすぎますね。もっとうまく使える方法あるかな。